が今開いております。ポーンってすごい音がしてますよ。よいしょー、熊本上陸。人生初の熊本です。これが運転手の OK です。いやもう運転手はいいよ。さあ熊本県です。これから熊本城に行きます。さあ熊本です。熊もいるかな。どっかにはいるんじゃないですか。どっかに、どっかにはね。はい、今熊本をね、うん、車で走ってるんですけど、今のところはなんかそんなに被害がでかかったんだろうなっていうのとか感じたりはないね。でもうちょっとで熊本城にね着くので、まあ、そこでみんなと会おうって言ってるからね。いやーなんか改めてこういうその現場に来ると、間もなく左方向、うるせえな。その先うるせえな。今真面目な時だから、なんだろう、なんかちっぽけだなって感じない？自分が、いやそうだって、来たところでさ全部を直せるとかわけじゃないじゃん、確実に。ね、だからといってゼロなのかっつったらゼロではないからさ、やれることだから自分にできる範囲のことで、まあ、やっていければいいんじゃないかと改めて感じる次第であります。というわけでせめてね、僕と会ってくれる人を元気にしていきます。今熊本城の近くまで来ました。今到着しました。で早速お城がちょっと見えてるね。行こう。はい、今熊本城のね横のね広場に着いた。で城が見えてます。ここちょっとやっぱ崩れてる。あれが城だね。ちょっと崩れてる。あーやっぱ崩れてんだね。はい、というわけで、ね、今みんなを待っています。誰も来なかったらどうしよう。熊本まで来てただのケイと2人で熊本城見に来ただけになってしまうんで、ぜひ皆さん来てください。いやありがたいですよ。今ね急だったにもかかわらず、うん、何人かの方が会いに来てくださりました、うん、いや本当に感謝だね。そうね、本当に感謝。まあ少しでもちょっとパワー上げれたら、てかむしろもう俺らがもらったわ。ありがとうございました、うん、本当に。でお城がねあそこでございます。あれがお城ですよ。あそこがね結構崩れてる。すごいことになってるな。まだあれが治ってないんだね。だからすごいな。今ね熊本城の下の城西園ってとこ、お土産買ってましょう、うん、買ってましょう。お土産を買わさせていただきました。こちらです。ほらこれすごくないですか。売上の一部を熊本城復興支援として寄付させていただきます。おお、いいね。微力ながらね、本当に微力。これもほら頑張ろう、ちょっとでもねお手伝いできれば。小さなもんですけどね、小さなもんですが、このぐらいしかできないですけどね。ありがとうございます。はい、今ですね熊本城出ました。でこれからですね、僕らがふるさと納税させていただいた益城町っていうところにねちょっと向かおうと思いますですね。さっきちょっと会っていただいた方々の話だと、益城町の方はちょっと大変な形になってるってことなので、一応ね、まあ、それを少しでも皆さんにお伝えできればと思います。行ってきます。はい、そろそろね益城町の方に近づいてきました。でもパッと見ね畑が多いですね、ここは。今益城町のあたりでをねちょっと歩いてます。でね、これは堤防を作ってんのかな。これは普通の工事違うよ、やっぱりそうだ。うん、地震で被災した堤防の復旧工事を行ってますって書いてある。いやーなんか正直来たところでね何も僕にはできないんですけども、まあ伝えることぐらいしかちょっとできないので、やれることをやります。ここは何だろう、すごい瓦礫がたくさんある。瓦礫が集められてる場所なのかな。ここはおそらくそうだね、やっぱり瓦礫を仮で置いてる場所だ。うわそういうこと。うわここ小学校だったってこと。なるほど。でコンクリートはあそことかそういうことか。ここは瓦礫を集めてるんですね。いやー
目の当たりにしたね。なるほど、そこもだね。もう道路のところに瓦礫が。今これはちょうど作業されてるのかな。至る所に瓦礫が崩れないようにブルーシートで覆ってカバーしてるっていうところがあります。はい、というわけで、益城町ね、今ちょっと一通り車で見てきたんですけれども、まあブルーシートがやっぱ多かった。うん、うん、ブルーシートでお家のね、屋根とか守ってたりだとか、小学校って書いてあった場所の仮設のね置き場はちょっと衝撃でしたね。という僕らがね見た現状というのがそんな感じでした。うん、まあそれでね、まあねドヨーンって僕らがしちゃダメだと思うんで、うん、だからこそ僕らは、まあ僕らなりにみんなに元気を届けて、まあ少しでもね、まあ気持ちが元気になってもらえるような動画をこれからも作ろうと思いました。うん、ものすごく。やっぱり現地に行くのとニュースで見るのと全然違いますから、今回来れてよかったね。だからね。うん、というわけで、今後もやられる限りのことはやっていきたいと思いますんで、頑張りましょう！おい！おい！はい、というわけで、これから熊本から長崎に帰るんですけれども、まず腹ごしらえということで、せっかくなのでね、熊本ラーメンを食べようと思って来ました。こちら行きましょう。はい、ラーメン美味しかったです。熊本ラーメン美味しかった。というわけで、これから長崎に帰ります。イエーイ、俺のみ俺のみのイエイはい、今から高速に乗ります。福岡方面に行きます。じゃあ早速歌いますか。何歌えばいいと思う。愛話にしよう、そうさ明日はきっといい日になる、いい日になる、いい日になる。